こんにちは。はい。さあ、豊さん、はい、いよいよ明日25日、NPB アワード2022が開催されて、はい、今年の MVP、そして新人王が発表されます。まあ、MVP はね、はい、まあ、皆さんの想像してる人間たちが。そうですね、うん、そこは。変な感じの人がいない限りね。これは大丈夫でしょう。うん、まあ、ポランコに1票とかね、そういうのがない限り、まあ、想像通りに、そうですね、まあ、決着すると。まあ、セリグはもう村上という、はい、ね。パリグは山本かなという感じはするけどね。まあ、そうでしょう。そんな中、やっぱり新人王誰が取るのか、セパとも、はい、これはもう、去年もそうですけど、今年も誰なんだというふうに言われています。去年は覚えてますか？まあ、なんか5人ぐらい特別賞があったよね。セリーグがそうだったんですよ。何なんだろうね、特別賞って。何だったんでしょうね、あれ。なあ。今まで残ったですよ。いや、新人王って一人で決めなくてもいいのにな、そうだったら。そうですね、だって活躍して、はい、プロの世界をね、門を叩いて入ってきてくれた人間、新人たちに、うん、いや、お前も頑張った、新人王だよ。なんで一人で決めなきゃいけないのかなっていうね。そう、無理くりそうですよ。別に数字がどうのこうのじゃなくて、はい、やっぱり印象もあるだろうし、うん、やっぱチーム内の貢献度もね、あるだろうし、はい、そんな決める必要もないのになとは思うけどね。そうですよね。で、うん、去年は、その広島の栗林投手と、あと DeNA の牧選手、うん、どっちが取るんだろうっていう。俺は牧って言ってたけどね、はい、まあ、市場も入ってたけどね、まあ、まあ、後輩だしね、はい、まあまあ、だけど牧も、それに準ずる活躍もしたし、はい、牧でいいんじゃないかなと思ったけどもね、はい、まあ、だけど、蓋を上げたら違う。栗林投手でした。ね、だいたい予想は外れるという。高橋さん、そうなんだよ、ね、まあ、市場も入るしね。はい、さあ、そんな中、はい、フルカウントがですね、事前に、の皆さんにツイッターでセパ両リーグの新人王誰が取ると思いますかというアンケートを取っていました、はいはい、でまずセリーグなんですけれども、ファンが選ぶ新人王ということで、大勢投手、はい、巨人の抑えですね、それ阪神の中継ぎの湯浅投手、はい、ヤクルトのショート長岡選手、そして中日の、はい、先発高橋宏斗投手、この4名で投票してくださいというふうに、アンケートを取っておりました。豊さんだったら誰入れる？俺だったらやっぱり大勢に1票入れるかな。ちなみに大勢投手は、まあ、37セーブ、新人最多セーブタイに並びました、うん、そうだね、はい、ただセーブ王は取れなかったんですよね、はいはい、まあね、これはやっぱり4位という、はい、まあ、チームもあるだろうし、はい、まあ、ルーキーということで、まあ、例えば連投、何連投させないとかさ、うん、勝ってても、うん、まあ、そういうところも少し影響はあるよね、数字的にはね、はい、でも大勢大勢大勢って全部いったら、これは記録は抜いてた可能性もあるよね。そうですね、まあ、だけど、まあ、これはチームの事情だから、はい、これも仕方ないけども、はい、で、湯浅っていうのは、はい、43ホールド、まあ、いや、だから例えば、はい、ピッチャーで抑えもセットアッパーもやったことがある人だったら、まあ、数字的にはそんなに遜色ないよね、はい、やっぱり抑えはしんどいぞって、やっぱそこら辺は俺は大勢に味方しちゃうな。あ、その、まあ、責任 の、 その重さというかのしかかるプレッシャーとかも含めて、うん、っていうことですよね。でも、まあ、湯浅の成功率とかさ、はい、そんなことを考えると、はい、大したもんだなと思うよね。そうです。43ホールドで最優秀中継ぎのタイトルを獲得してるんです、湯浅投手は、うん、だから、はい、そのタイトルを取ってるっていうのが、はい、タイトル取ってなかったのも完全に大勢だと思うんだけども、はい、タイトルを取ってるっていうのはやっぱこう一人だけだからな、タイトルって。だからここら辺は難しいな。防御率も湯浅投手 1.09、 はい、だから長岡っていうのは、はい、まあ、確かによくやったし、はい、ゴールデングラブ賞取ったよね。取りました、はい、だけどその大勢と湯浅から考えると、はい、まあ、ポジション的には違うけども、うん、そこ2人には勝てないかなっていう、ね、なかなかね。で、高橋宏斗投手の凄さっていうのも実はこのアンケートでちょっとキラッとしていて、これはね、はい、素質から言ったら高橋宏斗でいいよって思うぐらい素質は抜群だよ。防御率 2.47、 116回3分の2イニングで134奪三振、高卒2年目、うわ、ただ6勝7敗でした。そうなんだ、援護点がない。そこなんですよ。だからまあここら辺の勝敗を考えると、はい、ちょっとなっていう、うん、まあ、歴代の新人王っていうのは10勝届かないで、まあ、取った人もいるのかな、うん、まあ、大体でも10勝ぐらいは上げてくれてるよね。そうですよね。でも10勝に値するぐらいの内容だよ、うん、そうですよ、高橋宏斗。いや、すごいよ、はい、すごい。だから素質的には高橋宏斗、はい
ね、はい、だけどやっぱ2人に絞られるかな、俺の中では大勢と湯浅にね、うん、そうですよね。でどっちか選ぶって豊さんがなったら、もし審査員だとしたら、審査員だったら、はい、まあ、タイトルも素晴らしいんだろうけども、やっぱ抑えっていうのはまた特別な職業だからね、はい、だから抑えをやった人っていうのは、うん、多分大勢に入れると思うよ。これが30とか、はい、セーブが、うんうん、でもさ、このセーブがの記録がこう突き出してから、はい、その最多に並んでるわけでしょ、ルーキーの新人の花。やっぱりね、ここら辺がやっぱルーキーの限界なんだと思うよ、うん、あ、使われるじゃないと翌年肩壊しちゃうとか、これ以上ちょっと登板型になったら心配だっていうさ、はい、やっぱその思惑が一致してるんだと思うよ、37っていうのは。そうですね、うん、だからホールドっていうのは、まあ、湯浅っていうのは1イニング完結大体するけども、はい、1人でも危ないところをこう抑えたらホールドになるわけでしょ、うん、まあ、それでもタイトルだもんな、そう、まあ、はっきりせえよみたいなことを言われてるかもわかんないけども、はい、いやだけど俺はやっぱ抑えっていうポジションがね、ちょっとそうだな、だ、まあ、湯浅が抑えで大勢と並びましたということになったら俺湯浅に投票する。これはなんでかって言ったら、やっぱりチームの順位貢献度という意味ではね、はい、だけどまあ大勢だな。大勢やっぱりファンもそうみたいで、大勢投手というのが 53.8% で、湯浅投手は 25.3%、 ああ、で高橋宏斗投手が 11.8%、うん、長岡選手が 9.1%。 やっぱり大勢投手っていうのがやっぱり大きいんでしょうね、まあ、セーブっていうところで。大きいと思うよ、うん、もしかすると明日発表される新人は大勢投手になる可能性が高いかもしれない、ね、はい、じゃあ続いてパ・リーグの新人王、はいはい、これフルカウントは、はい、ライオンズ西武の水上投手、はい、からオリックスの阿部投手で、はい、ホークスの大関投手、そしてファイターズの上川畑選手、この4名を挙げていました。水上選手は4勝4敗31ホールド1セーブ防御率 1.77 で、阿部投手は1勝22ホールド3セーブ防御率がこれです 0.61 で、大関選手は7勝6敗防御率 2.93 で、上川畑選手だけ、まあ、野手なんですけれども、打率が2割9分1厘、ホームラン2本17打点8盗塁と。でちょっと打点的には少ないね、はい、ただ勝負強かったな、上川畑は。そうなんですね。いや本当に勝負強い、勝負どころでよく打ってくれてたけど、はい、もっと打点が多いかなと思ったらそうでもないんだね。そうなんですよね。17打点、はい、そうだよな。だからちょっと上川畑はちょっともったいなかったなって思うよね、うん、フルに使ってくれたらどのぐらいの数字が残ったかね、はい、ちょっともったいなかったね、うん、で大関っていうのは、まあ、途中で離脱したよね、まあ、いろいろ病気があったりだとか ね、うん、フルには働けてないということと、やっぱ負けが先行しちゃったということだよね、はい、うん、だからまあこの2人はちょっとあれかなって思うよ ね、 そうですよね。だから阿部と水上、はい、一騎打ちなんです。そうなんです、まあ、結論から言うと上川畑選手は 17.7%、うん、で、ソフトバンクの大関選手は 7% だったんで、もう水上選手と阿部投手のちょっと一騎打ち、ファンの中でどうなってる結果が阿部投手 41.6、うん、水上投手が 33.7、 阿部投手なんですよファンは。そうだな、やっぱこの防御率の 0.61 っていうところ、いやすごいよな、はい、で1勝22ホールド3セーブっていう数字がやっぱりすごい、まあ、抑えもな、はい、最後の方やってたりだとかな、はい、したからね、うん、いや難しいな、難しい。でも試合数を考えると、はい、やっぱり水上だったなと思うけど、あそうか、うん、ただ優勝ということを考えるとさ、そうですね、やっぱり一つのホールド一つのセーブっていうのが、はい、重みがあるよね、はい、だからここら辺でやっぱり票が割れるんだと思うけど、うん、なんか水上が投げシーズン投げ切った時に、あこれで新人王が決まりだなっていうふうに思った瞬間があったんだよね、うん、あ俺の中で、はい、まあ、だけどやっぱこう阿部っていうのはな、まあ、確かにそうなんですよ。ちなみに水上選手は60試合に登板して31ホールド、うん、防御率 1.77。 これホールドのタイトルかなんか取ったんじゃなかったの。はい、水上投手取ってますね。取ってるでしょ、はい、だからその瞬間に俺はこれで新人王が決まったなって思ったんだよ。ただ印象的にはやっぱ日本一になったオリックスの阿部っていうのは、はい、やっぱその貢献ポイントとかで言うと、うん、すごい高いものがあるよね。ですよね。だから、
44試合なんですよ、一方で阿部投手は、うん、で22ホールドで防御率 0.61、 だから20試合以上やっぱ差はあるんですよね。そうだな、俺は水上だな。あ、水上投手だからフルに働いたというさ、うんうん、そういうこともあるし、はい、阿部もいいけど ね、 そうなんですね、難しいけど、うん、俺はやっぱこう試合に安定的に出てきて、はい、まあ、抑えもやってるからな阿部って。そうですね。あ、だから難しいんだよね。これが抑えでずっといけてたら、はい、試合数が少なくても阿部になるんだろうけども、うん、防御率とかいろいろ考えるとね、はい、でも水上は1点台でしょ。そうです、 1.77。 いや、水上だな俺は。水上投手、ああだと思うけどね俺はね、うんうん、そうですね、印象でその、ね、クライマックスシリーズとか、うん、ああいうのになってしまうと、ね、日本シリーズとかになると阿部投手っていう風に見ちゃいますけど、その年間トータルで考えた時にっていう、まあね、やっぱり水上投手が、そうだね、うん、と俺は思うんだけどな。ただね、不安定なところも水上は確かにあったんだよ、うん、で阿部っていうのはシーズン中はそんなにこう崩れることもなく、はい、まあ、日本シリーズではちょっと打たれるケースはあったけども、はい、でも水上だな、試合数が違うもん。あ、これ審査員の印象的にはどっち選びそうですか。好みじゃない。好み、いやいや、 ここは好みでいいと思う。そうかそうか、審査員の方、うん、ただ俺はもう安定的にシーズン1回、うん、活躍できたという意味では水上かなって思うけどね。なるほど、やっぱ20試合って言ったら相当な差だよ、ね、中継ぎピッチャーの20試合っていうのは、うん、はい、だからまあそこら辺を阿部もいいけど評価をしてあげたいなって思うよね、水上投手に。分かりました、うん、ね、ファンの方はこの新人王 ね誰が取るのか。でも新人王でこんな話ができるって、これだけ迷わせてくれるっていうのは、はい、やっぱみんな頑張ってるよね。いや、そう、毎年そうですね。そうね、はい、うん、じゃあね、当日の発表、特別賞は、はい、特別賞は阿部といるんですか、湯浅にあげてください。今回は一人ずつで、一人ずつで、はい、ぜひお願いします、はい。